カフェのコーナーです。今週は雪道の運転について詳しくお話を伺います。ご紹介いただくのは伊勢崎綱取店の新井雄貴さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では新井さん、早速ですが、最近急に寒くなり各地で大雪が観測されましたね。雪といえばウィンタースポーツのシーズンですよね。スキー場へお出かけされる方もいらっしゃるかと思います。そこで気になるのが雪道の運転ですね。そうですね、雪道の運転は想像以上に危険が多く、トラブルが起きやすくなっています。スタッドレスタイヤを装着しているからいつも通り運転できるというわけではありませんので、十分注意してくださいね。確かにスタッドレスタイヤに履き替えたから万全と思いがちですが、雪道は普段と勝手が違うということをきちんと頭に入れておかなければいけませんね。はい、それから雪道に備えて事前計画が大切です。慣れない道を走行する際は事前にルートを確認し、たとえ近道でも雪が積もりそうなルートは避け、路面状態が良好で安全なルートを選んでくださいね。カーナビに頼りすぎず、除雪がしっかりできている幹線道路がおすすめです。事前にルート確認をすることで気持ちに余裕ができ、運転に集中することができますもんね。それから天気予報の確認も必要ですね。大雪の予報が出ている場合は計画を見直す必要があるかもしれませんね。そうですね、天気予報や交通情報などを確認することで突然の大雪や交通規制などにも対応することができますね。あとは雪道の場合、目的地まで時間かかる場合が多いので、早めに出発するなど余裕を持ってスケジュールを立ててくださいね。雪道では通常よりもスピードを抑えて走行することが多いですから、思ったより時間がかかりますからね。焦った運転をしないためにも余裕を持ったタイムスケジュールが大切ですね。ではいよいよ運転についてご紹介しますね。まずやってはいけないことです。これは雪道に関係なく危険な行為ですが、急のつく運転は大変危険ですので絶対にしないでくださいね。急といえば急発進、急ブレーキ、急ハンドルですかね。そうですね、あとは急加速、これも車の姿勢を乱すため危険な運転です。次は通常よりも車間距離を多く取ることです。速度を落として走行するのはもちろんのこと、車間距離を大きく取り、周囲の車の動きを確認し、信号や歩行者にも反応できる余裕を持ちましょう。雪道では通常よりも制動距離が長くなりますから、それを踏まえた上で車間距離は十分確保しておきたいですね。はい、それから車線変更は控えめにすることと、車線変更を行う場合は余裕を持って早めがいいですね。車線変更や追い越し、左折車回避などはセンターラインに溜まって雪が滑りやすくなっているため注意が必要です。また無理な車線変更、追い抜き等は避けましょう。確かに雪道を歩いている時でも横断歩道などで転びそうになるほど白線は非常に滑りやすい状態になっていますよね。スピードを抑えて十分注意しなければなりませんね。そうですね、そして交差点は車のエンジンの熱などにより溶けたり凍ったりを繰り返すうちにツルツル磨かれたアイスバーン状態になっています。たとえ黒く道路が見えていたとしても表面には氷が張りツルツルに滑りやすくなっている場合がありますのでお気をつけください。交差点の右左折時は特に注意が必要ですね。スリップして衝突事故なんてことも考えられますからね。はい、雪道は危険が多く事故も起きやすくなっています。お出かけの際には事前準備、計画、道路状況をきちんと把握し、余裕を持った運転を心がけてください。また雪が降る日の運転は視界が悪く大変危険ですので十分ご注意ください。雪道の運転は時間と心にゆとりを持っていつも以上に慎重に行ってください。カフェのコーナー、ここまで雪道の運転について伊勢崎綱取店の新井さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。